く木綱貞な12月2日昭和4年9月6日は、明治から大正時代の陸軍軍人、政治家。最終階級は、陸軍少将。貴族院議員、司釈工学博士、福知山藩13代の藩主、く木森綱の子。妻は、徳川敦守の娘吉子。陸軍の火薬研究の権威であった。明治16年に、 父の森綱が没したため家督を継ぎ、明治17年7月8日、死者を就職する。慶応義塾幼稚者を経て、明治29年5月27日、陸軍士官学校を卒業。明治30年1月、法兵将尉任官。陸軍方工学校高等科で学び、さらに陸軍派遣学生として、東京帝国大学校科大学応用科学科を、 明治37年6月に卒業。東京湾要塞砲兵連隊中隊長、陸軍兵器本省検査官、方向学校教官などを務める。大正3年8月、火薬研究所長に就任。大正5年11月、砲兵大佐に昇進。陸軍科学研究所、第2課長、陸軍造兵所加工省長などを歴任。大正10年3月、 陸軍少将となり、大正13年2月、予備役に編入された。その他、東京帝国大学工学部講師、陸軍技術会議員などを務めた。昭和3年10月、貴族院試着議員に選出され、研究会に属したが、昭和4年9月6日公表す。去年55歳。家督は、養子の靴つきつなひろが相続した。実子の娘、 美智子は、綱博の実刑で、池田家の後継投手であった池田徳馬に嫁いだ。ありがとうございます。